で、それが、ドラム崎駅。確かに。なんか、駅の概念が覆るな。で、いつもここの画像ばっか見てたからあれですけど、よく見てみるとめっちゃ綺麗なファミマあるん。よく見てみると、おしゃれじゃん。さすが神戸。自販機もし。ほら、ファミマって自販機はいるんかなっていう気もするけど、24時間営業やもんな。これ、恐ろしいほどの秋の歩くの目標があって、で、そうですよ。わ、めっちゃ近くで見れるじゃん。ターミナル。いや、JR 西日本ターミナル、やっと一つ進んだな。長い。何年越しやってくれん、この企画。あとどこが残ってんだっけ、あ、そうだ。長友と山が残ってんだ。はい、どうぞ、いつ、本当は正月に行こうと思ってたけど、行けなかったんですよね。で、すぐ、まあ、前に、これだ。地下鉄も走ってる。せっかくだからちょっと人いいだけが今。ちょっと地下鉄乗ってみようかな。じゃあ、ちょっと乗ってみましょう。よし。あら、なんか、おしゃれな音楽が流れてますよ。ね、伸びやすいやつやんね。はいはい。660枚。もう一つ、トレイン駅の方が近いのかな、伸びやすいやつ。実際、最寄り駅としては。神戸地下鉄的にはもう一つないのかな。ね、海岸線これ行けるみたいですね。こっち行くのがやばい。全然わからん。中央市場の方に行ったんやね。新長田行くとあれやから。こういう格好やね。ハーバーランドが神戸駅のすぐ近くらしいですけど、中央地盤まででいいんですね。で、チャージだけしーとこ。そう、チャージ。三宮方面に行けばいいんだな。なんか、運転系となんか面白い。なんか、チケットくどくなんすよね。神戸のやつ。あ、くるっと回っても行けるのか。あ、でもそう、どっちにしろ中央地盤。って言っておりましたかね。IC で、あっち。おー、で、乗り場が、ガラガラ。また入り、マット。入れてんだよ。また、神戸観光は神戸観光でゆっくりしてんな。神戸はね、メンバーに詳しいやつもいますからね。なんなら住んでたやついるもんな。そうだよ、住んでたやついるじゃん、神戸に。ちょっとこんなところ知ってることにしよう。これは、新長田の方に行くやつやから、こっちじゃねえか。こっちか。はい、はい。ビブーズが14時の東京駅。クリアな。もうちょいベンチ。そんな平らにや。もうすぐこと。神戸。あ、三徳の地区なんですね。はい、いい音じゃないです。
神戸コラン。あ、この近くにあるんですね。へえ。三菱神戸病院。へえ。さあ。この情報口をご利用ください。ご飯も使わないで。運動風景なんだ。今、死んだが出てきたぐらいね。ちょっと友達があるか。